スタートしました。先行争い、内の各馬押しての争いです。スッド6番アントニオピサ、まずは飛び出します。気合をつけて5番アメリカンウィナー、さらには外から8番レックスパレード、そして気合をつけて10番サクラブライアンス、さらには16番エイシンリボルバー、先行争いを繰り広げます。14番サミットストーン、さらには11番のスターバリオン、先段一塊1コーナーカーブを回っていきました。まずは10番サクラブライアンスがまとめてかわして先頭、1コーナー1馬身半リード、そして16番エイシンリボルバー、インコース6番アントニオピサは3番手に控えました。その後1馬身差、14番サミットストーン4番手にコーナー回ります。その2馬身後ろで8番レックスパレード5番手です。外は11番スターバリオン6番手、 1000m 切りました向こう正面1馬身差、その後5番アメリカンウィナーはインコース、外を追走する9番ジョーメテオ、間からは7番東証クラウン、ちょうど中段ぐらい馬群の中です。あとは3馬身差、2番サンビスタ、そして4番タツパーシブ、12番ヴィンテージシャート広がりました。1馬身半差、1番西の外、インコースは3番アグネスアンカー、3コーナーカーブ、そして15番オーシュペール後方から2番手、13番ゴールドアカデミー最高峰600を切って 3,4 コーナー中間、6番のアントニオピサ一気に抜けて2馬身リードを取っています。16番エイシンリボルバー押して押して2番手、そのうち5番アメリカンウィナー、コーナーワークで3番手から2番手を伺って第4コーナーから直線に向かいました。その後外目4番手7番東証クラウンが上がっている、あとは2馬身3馬身がいて9番ジョーメテオが5番手、その後追い込み勢1番西の外後方から追い込んで200を切りましたが、ラストスパート6番アントニオピサ2馬身から3馬身リードを保っている。16番エイシンリボルバー、外7番東証クラウン、この2頭が前へと迫っていくが、6番アントニオピサゴールイン、2着7番東証クラウン、16番エイシンリボルバー3着でした。